江津市は今日、去年12月1日から今年1月6日までに3回目の接種を終えた60歳以上の1000人余りに接種券を発送しました。4回目は薄い藤色の封筒で届きます。接種券と一体となった予診票が入っていて、あさってから金曜までに届く予定です。接種が始まるのは今月30日からで、インターネットか電話での予約が必要です。ファイザー製かモデルナ製が選択でき、交互接種が認められています。また18歳以上60歳未満で基礎疾患のある人、または重症化リスクが高いと医師が判断した人は申告すれば発送されます。今回につきましては、感染した場合の重症化予防というところで、特に、死亡の割合が高い60歳以上の方、それから、重症化リスクの高い、基礎疾患を有する方が対象になっております。命を守るためにも、接種の方を、検討していただければと考えております。先週金曜時点での高知市の3回目の接種率は60歳から64歳で 71.5%、65歳以上は 82.9%、 全体では 53.7% となっています。今後4回目の接種券は毎週月曜に順次発送されます。